山中信也は、日本の医師、医学者。学位は、医学博士。京都大学 iPS 細胞研究所所長、教授。カリフォルニア大学サンフランシスコ校、グラッドストーン研究所上席研究員。日本学士院会員。その他称号としては、京都市名誉市民、東大阪市名誉市民、奈良先端科学技術大学院大学栄誉教授。 広島大学特別栄誉教授、ロックフェラー大学名誉博士、香港大学名誉博士、香港中文大学名誉博士などを有する。文化勲章受賞者、大阪府平岡市出身。成熟細胞が初期化された脳性を持つことの発見により、2012年のノーベル生理学、医学賞をジョン・ガードンと共同受賞した。大阪府平岡市に生まれる。 小学校は当初、東大阪市立平岡東小学校に通っていたが、奈良県北西部の奈良市学園前に転居した、小学4年生からは、奈良市立ワ尾小学校に通っている。その後は、大学1年生まで、学園前で暮らしている。中学校は、中高一貫校である、大阪教育大学附属天皇寺中学校へ、進学。中学3年で、 生徒回復会長を務めている。その時の生徒会長は長じて近畿大学理事長や経済産業大臣を務めることになる世耕広重であった。中学時代に柔道を始めており、高校から大学2年まで取り組み、高校時代に2段を取得している。なお、山中と世耕は自宅も近く中学高校の6年間を 同級生の親友として過ごしており、同じ電車で通学していた。高校では施工も柔道部に入部し、共に打ち込んだという。高校は、大阪教育大学教育学部付属高等学校、天皇寺校舎へ進学。この頃、父から医師になることを勧められたものの、将来の進路に迷っていた。しかし徳田虎生の著書、生命だけは平等だを読み、 特大の生き方に感銘を受けて医師になることを決意したという。大学は神戸大学医学部医学科へ進学。大学3年からはラグビーを始めている。神戸大学医学部医学科を卒業後、国立大阪病院整形外科で臨床研修医として勤務。学生時代、柔道やラグビーで10回以上骨折するなど怪我が日常茶飯事であったため整形外科の道を選んだが、 研修では、本人曰く、この世のものとは思えないくらい怖い先生が、待ち受けていて、他の医者と比べて技術面において不器用であったことから、指導医からは時に罵倒され、周囲から、レジスタント、邪魔なかと揶揄されることもあり、向いていないと痛感したという。重症になったリュウマチの女性患者を担当し、患者の全身の関節が変形した姿を見て、ショックを受け、 重症患者を救う手立てを研究するために研究者を志すようになった。すぐに新しいことをやりたくなる、飽きやすい性格であるといい、整形外科の仕事を単調に感じてしまったこともあり、病院を退職。1989年に大阪市立大学大学院に入学。山本健次郎が教授を務めていた薬理学教室で三浦克幸講師の指導の下 研究を開始。当初はいずれ臨床医に戻るつもりだったという。指導教官の三浦は、非常に優秀ながら、時間を効率的に使い、適当な時間になると研究を切り上げ帰宅していた。誰にでも好かれる、爽やかな性格だった。と10回する。1993年、論文ピュータティブメカオブヒポテンシブアクションオブ。 プラトレット、アクティベーティングファクターインドッグスを提出し、博士の学位を取得。しかし、学位取得後は、どうやったら人の3倍研究できるかを考えて、研究に従事。ほとんど寝ずに研究を行うことも多く、ハードワークでは誰にも負けない自信があったという。科学雑誌のあらゆる公募に応募し、採用されたカリフォルニア大学サンフランシスコ校。 グラッドストーン研究所へ、博士研究員として留学。トーマス・イネラリティ教授の指導の下 iPS 細胞研究を始める。その後、帰国して、日本学術振興会特別研究員を経た後、日本の医学会に戻り、岩尾洋教授の下大阪市立大学薬理学教室助手に就任。 しかし、研究環境の米国との落差に悪戦苦闘の日々が始まるようになる。アメリカが衆国と異なり、ネズミの管理担当者がおらず、ネズミの管理に暴殺された。また当時としては、iPS 細胞の有用性が医学研究の世界において重視されておらず、すぐに役立つ薬の研究をしなかったため、周囲の理解を得られずに批判される毎日が続き、 半分うつ病状態になった。本人は、当時の、この状態を、PAD、ポスト、アメリカデプレッションイコールベークなしりうつ状態と呼ぶ。基礎研究を諦め、研究より、給料の良い整形外科医へ戻ろうと半ば決意した中、科学雑誌で見つけたなら先端科学技術、大学院大学の公募に、どうせダメだろうから、研究職を辞める、きっかけのために、と考え、 応募したところ、採用に至り、アメリカ時代と似た、研究環境の中で、再び基礎研究を再開した。奈良先端大では、毎朝校内をジョギングして、体調管理に努めた。2003年から、科学技術振興機構の支援を受け、5年間で3億円の研究費を得て、研究に従事、研究費支給の審査の面接をした、岸本忠蔵は、 うまくいくはずがないと思ったが、迫力に感心した。という、奈良先端科学技術大学院大学で、iPS 細胞の開発に成功し、2004年に、京都大学へ移った。2007年8月からは、カリフォルニア大学サンフランシスコ校、グラッドストーン研究所上級研究員を兼務、同研究所に構えた、研究室と日本を月に一度は往復して、 研究を行う。2006年8月25日の米学術雑誌セルに、京都大学再生医科学研究所教授である山中と特任助手だった高橋和斗らによる論文が発表された。論文によると、山中らは、マウスの排性繊維目細胞に4つの因子を導入することで、 E.S. 細胞のように分化多能性を持つマウス人工多能性幹細胞を作成した。この作成には、高橋和都と共に山中伸也研究室の第1期の博士号取得者であった徳沢義美が奈良先端科学技術大学院大学において山中伸也のもとで作成していた FBX15 ノックイーンマウスの存在が同じく徳沢義美が見つけていた。 KLF4 の知見とともに重要であったと山中深夜は解雇している。2007年11月21日、山中のチームはさらに研究を進め、人間の大人の皮膚に4種類の発ん遺伝子などの遺伝子を導入するだけで ES 細胞に似たヒト人工多能性幹細胞を生成する技術を開発、論文として科学資セルに発表し、世界的な注目を浴びた。 また、同日、世界で初めて人受精卵から ES 細胞を作成したウィスコンシン大学教授のジェームズ・トムソンも、山中のマウス iPS 細胞生成の研究成果をもとに、人間の皮膚に発芽遺伝子などの4種類の遺伝子を導入する方法で、人 iPS 細胞を作成する論文を発表した。これらの功績により、韓国のソウル大学校教授、 高宇宙の論文別像によって一時停滞していた肝細胞研究が一気に進むことが期待されている。アメリカ合衆国大統領ジョージ・ W ブッシュは研究が発表された2007年11月21日、すぐさまウィスコンシン大学の研究に支持を表明するなど世界中で注目を集めた。日本政府も同年11月23日、 5年で70億円を支援することを決定し、同年11月28日には、総合科学技術会議で、当時の内閣総理大臣、福田康夫は、資金支援強化を表明した。マラソンを趣味とし、奈良先端科学技術大学院大学時代は、毎朝校内をジョギング、京都大学に移ってからも、鴨川沿いを昼休みに30分走る。 日本に寄付文化を根付かせることを目的に寄付募集のためのマラソン大会出場も恒例となっていて2012年3月11日の京都マラソンで山中自身が乾燥することを条件にクラウドファンディングと呼ばれる募金方法による IPS 基金へ寄付を呼びかけたところ金額は1000万円以上の寄付が集まったマラソンは4時間29分53秒で乾燥した なお、山中の研究グループには2007年度から2011年度の研究予算として6億円以上が日本学術振興会より拠出されている。2013年10月27日の第3回大阪マラソンに再び募金活動を支援するチャリティーアンバサダーとして出場。4時間16分38秒で完走した。 2015年の京都マラソンでは3時間57分31秒でサブ4を達成した。さらに2017年の京都マラソンでは54歳で3時間27分45秒。2018年の別府を置いた毎日マラソン大会では55歳で3時間25分20秒と自己ベストを更新した。受賞の知らせを受けた当日のインタビューで 自宅の洗濯機の修理をしている最中に知らせが入ったと語っていたことから文部科学大臣田中真紀子の提案で2012年10月19日には野田内閣が閣僚懇談会でノーベル賞受賞の祝い金として洗濯機購入費16万円を送ることを決定している安倍内閣の文部科学省下村博文は 山中信也京都大教授の表敬訪問を受けた2013年1月10日には iPS 細胞研究に対して今後10年で1100億円規模の長期的な支援を行う意向を表明している。2019新型コロナウイルスによる急性呼吸器疾患がパンデミックに発展した2020年3月の19日には自ら情報を発信するために 特設の公式ウェブサイト、山中深夜による新型コロナウイルス情報発信を開設した。京都大学は2021年12月8日、iPS 細胞研究所の山中深夜所長が2022年3月31日付で所長を退任すると発表した。山中深夜教授は2010年の研究所、設立当初より6期にわたり所長を務めており、 所長退任後も京都大学に在籍。サラ教授、主任研究者として引き続き、iPS 細胞研究を推進する。第50回日本ラグビーフットボール選手権大会の、式典に参加する、山中教授と、野り吉春教授インドの首相ナレンドラモディと、山中教授。ありがとうございます。